はい、ヤッホー YouTube、どうもなんです。さて、やっていこう。ヘアスタイルね。今日はこの名前なんだっけ、この井上くんっていう、井上瑞希くん。これなんて読むのグループ名。かかってるかな。ここからこのラウンドしてる位置のこの髪型で前髪に合わせてちょっと前下がりなのか平行ぐらいなのか、でそこからバックウォンロックぐらいまでぐーっと若干下がってきながら、で襟足は少し甘めに切ったり、刈り上げするにしてもちょっと甘めに切るにしても前から見た時に見えないバランス、こういうマッシュベースっていうのはここに重さが残ってきてるバランスなので、後ろは短くしないとのバランスが悪いと。まあ、ウルフにしたければね、マッシュウルフみたいな感じにしたければそのバランスに変えてあげるっていうだけなんですけど、基本的には、マッシュです。で、ダンね、トップ、鉢植え。レイヤー入れてもらってください。ダウンを入れてもらって短くしてこうウニャウニャしてるようなね、これつけてもらって、あとは鉢下っていうのは、まあ、ダウン入れてもいいし、ちょっとダウン入れてもいいんですけど、どちらかというと量を減らしてるっていうパターンの感じは見受けられるので、まあ、そっちの方がいいのかな。少しダウン入れてもいいし、ちょっと、特にこの鉢植えにねダウンを入れてもらうってことが大事かな、あとこの何ちょっとゆるくっていうか失敗ではないと思うけど、ゆるくポイントでなんかツイスト入れたのかなっていうぐらいのゆるいツイストバーバーみたいな、なんかウェーブっていうかツイストっていうかパーマ、ゆるいパーマを当ててあげるか、それかまあストレートアイロンでみんなね、この見える部分だけこのクネ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 ってやってあげて、やってあげるかだと思います。まあ、実際もうただのマッシュなので、なんかその送られてくるのみんなからいただいたりとか、このマッシュこの人やってくださいっていうのも何度も言ってるけども、もう顔が違うだけで髪型みんな一緒なの。正直顔が違うだけ、まあ長さとかも微妙に違うけども、ほぼマッシュ、まあそれだけマッシュが今人気なんだろうなとは思いますけど、まあ別に、ね、悪いことでも何でもないし、別に僕はいいと思うんですけど、もう基本マッシュだってことを覚えてください。この髪型ってもう乗っかってただのマッシュヘアだと思ってくれたらいいです。まああとカラーはねもう自分で好きに美容さんと相談してもらえばいいんです。まあナチュラルな多分8レベルぐらいの茶色を入れればいいんじゃないかな、赤茶っぽいような感じの方がいいと思う。これだったらブラウンとかね、シンプルにそれぐらい入れてあげればいいんじゃないかな。この時なんかは
もう同じっすよね。それ分けただけ、分けただけっていう、もうなんか64パート。トランクスヘア、まあ、横の刈り上げがなしと考えてもらってもいいと思う。まあ、刈り上げてもいいし、刈り上げてもいいし。64パートのトランクスヘア。で、後ろは本当に、まあ、何前髪短めだよね。もう同じ前髪短め、ラウンド横3分の1ぐらい、バック、ボールの部分、これ同じ、もう上、もう上と一緒。ここ同じね、2つ同じ、それを分けてるだけです。で、段もつけて分け目をつけてあげて、まあ、64で分けてあげればもうこの髪型になります。完全になる、うん、あとは使い方、この1枚目の写真の時の場合は確か、まあ、ワックスとかバター系とかでいいと思うけども、オイルとかで、この時の場合はちょっとこうツヤっぽいような仕上げの方がいいかな。なんかこうマッシュの時にジェルとかツヤ出しとかを入れるっていうよりか、マッシュはワックス、センターパートサイドパートとかでやる時はちょっと毛先のさ、とんがり感っていうかツンツン感もちょっとあった方がかっこよかったりもするから、まあジェルないしちょっとツヤのワックスだったりとか、あとはグリースとかかなをちょっと使ってあげると、なんだろう、オンオフとかでも使いやすいし、その髪型によっても使いやすいので、まあ、その辺は、ね、自分の好みの好きな、セット代とかあると思うので、まあ、2つぐらい用意してオンオフを使い分けてもらってもいいんじゃないかなっていう気はします。うん、感じ的には、はい、この写真ね、この写真、はい、まあ、ちょっとごめん。ショー君と同じ。いや、ショー君似てない、この髪型、なんか昔の。うん、な、平の部屋って僕今思ったんですけど、もう平の部屋もマッシュ。耳は3分の2かぶる。マッシュ。前髪ラウンド。前髪ラウンド横耳隠す、バックこれどう？まあけどそうだね、刈り上げじゃないけど、ボンノクボしたぐらいまででいいんじゃないかな。ボンノクボしたぐらいまで、耳隠れるぐらいまで来てるんで、マッシュこの前のラウンドから耳隠れてほぼほぼ隠れてボンノクボしたぐらいなんで、もうここのちょっとした部分で、ちょっとした部分に関しては刈り上げないで、もうギリギリまで短くしてあげてっていうぐらいな感じでいいんじゃないかな。それだけでいいんじゃないかな、うん、で、段もほぼほぼつけないでちょっと七三分みたいな、ここのなんか絶対領域みたいなさ、この開けてるやつみたいなセットで、うん、あとは金髪にしてやってあげればいいんじゃないか。これは平野翔くんなんかこんな髪型してたよね、昔デビューの時からさ、デビューの時じゃないな、なんか、まあ、僕平野翔くんのヘアサレ解説やった時に多分こんな感じの髪型説明した気がしますけど、まあこれはストレートアイロンですね、基本的には、うん、なんかだから基本的にストレートアイロンでまっすぐするか、あとはうねりを出すかだけの違いなんですけど、もう本当にあと色だったりとか、あとはもうこれ言ってるようにこの耳の長さで、ね、ラウンドするのかまっすぐなのか、耳を3分の1、半分ぐらい、3分の2、全部、ここの長さ、ここの組み合わせではマッシュなんで、あとはそれに合わせてこのラウンドの長さで、この前髪どうするか。横の長さをどうするか、こう繋がる長さをどうするかによって後ろってバランス決まってくるから、
そこだけ合わせて、あとはもうダウンと仕上げ、ストレートダウンの仕上げだけでほぼほぼできるんだよね、多分。あとは量を減らすかどうかぐらいだけだと思うので、それ以外にマッシュ、今こうみんながこれやってくださいとか言ってマッシュを送られてくる髪型で違いがない、ほとんど、技術的な問題にしても。なので、まあどの美容さんでも大体長さ設定し、長さ設定だけ言ってマッシュに切って段をつけてください、量を減らしてください。で、よくアイロンをするんですよ。アイロンでウネにするんです。アイロンでストレートにするんです。っていうのさえ伝えれば、美容師さんは大体、まあそれによって量を減らすのか減らさないのかとか、バランスの取り方どうしようかなとかっていうのを考えてやってくれるはずなので、まあそこはね、担当の美容師さんとですけど、つながりを持って、まあしっかりと、なんだろう、自分がね、いつもやってくれてる人だったら多分やってくれると思うので、ちゃんとね、髪質も分かってくれてるし、何でもやってくれると思うので、そこは担当の美容師さんとぜひ相談してやってみてください。バイバイ。